雑誌現代農業や DVD シリーズ稲作作業名人になるでおなじみのトラクター名人さとちゃんこと佐藤嗣之さん。2割3割は簡単に時間はクリア、燃料も2割3割は下がります。トラクタの作業効率アップや低燃費、勾配や四隅まで真っ平らにする数々の技を紹介してくれた名人です。全国各地でそれらの技をマスターし実践している新たな名人が生まれています。さとちゃんの DVD も見返しつつ、自分のトラクタで自分の田んぼで技を磨き、トラクタ名人を目指す方々の取り組みをご覧ください。一方、平らにできた佐々木さんの耕し方は高深10センチの浅起こしで一発仕上げ。これぞトラクタ名人さとちゃんおすすめの耕し方です。井上さんのトラクタは60馬力、付属のロータリは幅 2.2 メートルです。実はロータリでの耕運作業にはそれほど馬力は必要ありません。このロータリ30馬力もあれば十分作業できるそう。低燃費高速耕運法をマスターした浩平君、最初の2倍の面積を見事ほぼ同じ時間で耕すことに成功。おおよそ5.6 リッターぐらいですね。2倍耕せる。2倍耕せる。そうですね。本当ですね。こんな仕様で。少ない量で。というか、ハンドスリも半分になってるってことですね。回転が一緒。もっと真っ平らにできる。そう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 。だから機械の性能を十分発揮させる方法をやりましょう。落下が遅いから、後ろが残るのよ。ロータリの落下速度が遅くて問題になるのは隣接口で旋回するとき。ゆうやくんの隣接口は耕した列の端が揃っていませんでした。ロータリの落下速度が遅いため旋回後の耕し始めが遅れてしまっていたのです。座席下にある落下速度の調整ダイヤル、これを回すだけ。落下速度が作業速度に合えばこの通り、隣接口の端がビシッと揃います。どうでした？すごい。何がすげえかわかんない。それ日本語すごいって。もうすごいやはり敏感モードの虜になった雄也くん、新たなトラクター名人と呼ばれる日も近そうです。DVD でもっとわかる現代農業特選シリーズ、トラクター名人になる絶賛発売中。